山。それは特別で神聖な場所だ。人々を魅了してやまない自然が作り上げた造形物。身を寄せ合い、悲しみを乗り越えるためにあの頂を目指す。遥かな時の流れに身を置き、目を閉じ考える。やがて精神が肉体を凌駕し始め、刹那の瞬間が訪れる。魂はやがて浄化される。心を制御することができれば、自らの体に赤い血が流れていることが実感できる。この胸に何かが芽生えようとしている。優しくて何の汚れもなく生まれ変わることができる。自分の力で答えを導き出す。簡単ではない。何かを成し遂げるためにその場所へと導く。山は生きている。時に無慈悲な悪魔にもなりうる。怒り、憎しみ、恐怖、人々のあらゆる負の感情をはらみ増幅した悪魔だ。恐れてはいけない。ここにとどまり嘆き悲しむことに意味はない。難しい決断に迫られようとも、生きるために何をすべきか、信念と勇気を持ち登り続けなければならない。日常とかけ離れた夢の果てで心を潤わせることはできるのか。自分を見失わず現実を受け入れる覚悟はあるのか。物事は対極的に見なければならない。たとえ記憶が薄れても、先人たちが残したレガシーは受け継がれていく。伝統を壊すことは容易なことではない。輝かしい未来が待っている。本当の試練はこれからだ。登山に対する熱い情熱は誰にも奪えやしない。神でさえも